ございます。ゆかりんです。朝ごはんは卵かけご飯とサラダ、黒酢とカロリーハーフのマヨネーズとオリーブオイルとかとコラーゲンパウダー入れたのと、あとしじみのお味噌汁で。では早速卵かけご飯、ポイントはあまり混ぜへんことで、あ、このお醤油泉さんありがとうございます、いただいております。ではいただきます。すごく美味しい。このサラダを食べる前にちょっとあのつまみ食いして、サラダ最初に野菜から先に一番に食べて、少しあの油分とかなんか吸収がゆっくりさすために、炭水化物の、そう、血糖を上げるのをちょっと少しでも減らすようにして、しじみのお味噌汁にもコラーゲンパウダー入ってて、わさびたっぷり。すごい綺麗、この赤卵が、こんなもんで、黒酢はそうサラダに入れたりとかでアミノ酸たっぷりで、少しでもあの新陳代謝、脂肪燃焼力させようと思って、ちょっと大きめの買って、あっという間になんか知らん間になくなってて、もしかしてなんかダイエットとかなんかアミノ酸取りたい方はおすすめかも。うん、
一人暮らしのお味噌汁もインスタントで手軽に、でわかめが欲しいからわかめはプラスアルファ入れるだけで簡単っていう。卵もご飯もなんか気持ちがハッピーになる。しじみが、あ、落ちた。水が すごく美味しい朝ごはん。では、ごちそうさまでした。今日も一日皆様素敵な日をお過ごしください。私も楽しみながら頑張ります。それでは。